景観とは、古代中国において、戦争で打ち取った敵兵を積み上げるなどして、埋葬室化を作り、戦勝の記念碑とする風習。景観という表記そのものは、高く作り上げた見晴らし台といった程度の意味。三国史や新東女などにも、この表現が見られる。中国ではかなり古い時代から景観が作られたと、推測されている。記録上の書室は、 春秋差し伝先行十二年にの戦いで、進むに勝利した諏訪において、大臣の半島が総王に対して、君地区部軍、しかもおさむしんしかばねもっため警官、心に帰か的必ず示せ子孫、も、無忘れ武功。と進めたところ、王は、古来より明王が不敬の者のを撃った時にそのクジラ、芸の上に土を持って刑罰にしたもので、進むに、 そこまでの罪はなく民は忠誠を尽くして訓命に命を捧げたものであるとして、これを知り添けたとされる。考古学的には、河北省駅県円化と市にある高さ10メートル、直径数十メートルの円形の半畜をした放火台の遺構の中から2000人分の人頭骨が出土している。骨には、戦闘による痕跡のあるものや矢尻がついたままのものもあることから、 紀元前284年に、ツバメの学期が生を破った時の災軍の支給であると、する説もある。時には10万人規模で兵を殺し、警官を作ったとされる。これは戦によって討ち取った敵兵の数を誇るためだとも、太平を保つことの大切さへの戒めとも言われている。また、前巻末期に、大網の三脱の動きに反発した敵ギラが反乱を、起こして鎮圧された時に、 大某は敵儀以下の首で判乱の使用地点である5箇所に警官を作って、標木を建てさせて、地方官が管理するように命じており、国家による官民に対する威嚇効果もあったと考えられている。疑心南牧朝時代になると戦乱が多発したこと、河北に北方少数民族の政権が相次いで建てられたこともあり、先行の孤児や人々への威圧の意味を込めて、 しばしば警官が作られた。その一方で、こうした風潮に対する批判も現れるようになり、当身の段道なりは捉えた不良ことごとく殺害して警官を築くべきとの意見を、退けて解放したことで、敵方の心をなびかせ、南西の皇帝東倉庫を撃った昌園は、敵方の遺体を家族に返すように努め、できなかった者は、地方官に命じて、手厚く葬らせた。 そして、隋を建国した要件は、警官の代わりに寺院を混流して、味方兵士の冥福を祈るとともに、敵兵士の獣闇入民を祈ったのである。この動きは、党の理政民によって徹底され、敵味方の戦死者のために、秋人寺など七つの寺を混流したのに続いて、上岸五年二月十四日には新旧問わず警官を破壊するように命じる御事の利を出したのである。 すべての景観が破壊できたわけではなく、また、説挙が李世民を破った際に、当軍兵士の意外で作った景観を破壊する意図も含まれていたと見られているが、実際に各地で景観が破壊されたと見られている。荘園、要件、李世民が景観に否定的な態度を示した背景には仏教信仰との関連性が考えられているが、 その路線は彼らの後継者に継承されたわけではなく、当でも7世紀末になると、積極的に景観が築かれるようになり、その後も規模は小さくなりつつも、そう、元、名、真でも築かれている。日本や朝鮮でも、中国の古事に習い、景観を作った事例が残るが、日本では首塚や耳塚などの類が一般的であり景観そのものはあまり一般的には、 ならなかったようである。近代以降も、日本では、警官という言葉が使われることがあったが、この場合は、敵兵の主体で作成したものではなく、単に、戦勝の記念碑、戦利品としての意味合いを持つ。雷危機は、古い民族では、戦争不良を殺害してその意外を祭祀に用いることで、自らを強化したり、敵の鎮魂になると信じていた形跡があり、 警官構築も原始以来の人類学的視野の中で研究すべきであると提言している。雷論文 p235 雷論文 p236 抗金の乱の時に広補。高からが聴覚の弟長だからを打った際に討ち取った。十数万人の首で警官を作ったことが五感書広補。高清伝に記されている。感情的型神殿不適技研なお。 このうちの一つ、魚剣に築かれたものは、唐の時代にも現存しており、李義介が、源奈軍剣寿司の中でその様子を記している。まだ、同書の菅修、徳洋犬の項にも、三国史唐グサ殿に記された、唐グサが、面築の戦いの際に戦死した、食官の将兵を埋めて作ったとされる警官についても、記載している。雷論文。 p236 から239、雷論文、p238 から242、僧女、断道なり伝、両書部定本義雷論文、p242 から247、前頭文、霊書集、作経鑑賞、殺不元気定王部、人事、史実願雷論文、p 三十八から四十二雷論文、p 五十九から六十一 ありがとうございます。